桜蘭ぼりにやってまいりました。本日は伊野さんよろしくお願いいたします,します、えー。今年はね、たくさんなってるんですよね。あまあなりすぎくらいに。そ,それでは桜蘭ぼり体験をしてみたいと思います。あの、はい、農家が出荷する、はい、市場に出荷する時にの取り方なんですけれども、はい、枝を、えー、持ちまして、はい、枝の根元の方に向かって引っ張ると。 元の方にで奥どこよに取れます。はい。どうぞやってみてください。いいですか。はい。ありがとうございます。一番美味しそうな枝を、はい。これ取っていいですか。枝をまず右手で捕まえて、左手で元の奥に行く感じですか。そうですね。はい。向こうの方に。はい。これで大丈夫ですか。はい。はい。はい。どうぞ食べてみてください。ありがとうございます。いただきます。 甘いです。すごく甘いです。甘いと思いますよ。すいいね、うん。う本当に味が濃いです。甘くて美味しいです。まあ、あの美味しいさくらんぼというのは、まあ、はい、大きくて色が濃い,、はい、濃い赤いということですよね。やっぱりそれが一番、あのあの美味しいさくらんぼになると思います。ああそう 伊野さん、さくらんぼ狩りはいつぐらいの時期に来るのが一番いいんですか？あの通常でしたらね、はい、6月から6月始めから6月いっぱいぐらいまではあるんですけれども、はい、あの今年はねじ、若干時期が進んでまして、ちょっと早いんですね。うん、あの今年は5月下旬頃から楽しめると思います。はい、あ、そうなんですね。わ、はいはあ、かりました。伊野さん、どうもありがとうございました。いえ、どうも。また来てください。はい、ありがとうございます。また来たいと思います。